はい、みなさん、こんにちは。逆戦に講師の赤木です。え、それでは、え、論文ファクト連、え、じゃないですね。え、失礼致しました。え、論文ファクト赤木ゼミのニュース説明会、無料体験会ですね。え、こちらの方始めていきたいと思います。えと、まあ、あの、流れとしましてはですね。あの、過去問ゼミで、やっていく内容ですね。え、これのお話と、あと今日のね、問題の解説を簡単にですね。していくと。いう感じで、約1時間ですね。お話ししていきたいなというふうに思っております。はい、早速ちょっとレジュメの方ね、開いてください。で、今回の解説に関してのレジュメは載っけてません。え、ちょっとまあ。自 動画ありまして、そこは載っけてませんけれども、まあ、あのー、デジメの一ページにそっ、一ページからですね。えー、ある程度、えー、内容に沿って進めていくという感じしたいと思います。で、まず、まあ、過去問ゼミね、えー、今年もやっていくんですけれども、まあ、何を求めてね、やっていくのかと。 何を狙いでやっていくのかということなんですけれども、もちろん来年の論文試験ね、突破するというところがまあ目標です。で、担当はちょっとね、この過去問でみたいな対策には入ってこないですけれども、えー、論文を狙ってやっていくよと。で、えー、とりあえず、まあ、今年の合格ラインですよね、これの確認からしていきたいなというふうに思います。で、えー、レジュメ1ページに載っけてありますけれども、今年の合格最低点、まあ800点、で、論文で何点取ってたらよかったか、674.6ですね、これは担当の平均点ですね、担当の合格者平均からすると674、要は1科目48.19ということです、ね。 ので一応の水準をちょっと超えるあたりですね、良好までね差し掛かってなくてもまあ今回今年についてはね合格したのかなとまあ50点去年まではね上回ってたというところがあるんですけれども今年は合格者ですね50点下回ってても合格しているというね平均が50点これがあったらね合格できてたというねそんな感じの結果になってますでこのあたりからまあしてもですねとにかく論文合格するのに一応の水準の最低限の確保ですねこれがまあ必須になることはもう一目瞭然ですしできたら 良好にに近づきたいといいいとととうううねね、えー、これれがまあ合格ラインとしてて求められてくるのかなというふうに思います、ね、じゃあその合格ラインをどうやったら突破できるかということなんですけれども、まあ、3番の一、ね、番下、昇格に入っていきますが要は上位3分の1に入ることなんですね、えー、結論から言うと上位3分の1に入っていれば、まあ、合格できていた、ねえー、担当の、えー、合格者数とそれから、ねえー、論文の最終合格者ですね、えー、そこの合格者数の比率からしてもですね要は上位3分の1に入る。 じゃあ上位3分の1に入るために何がいったかというとやっぱりこれもどんなね、えー、試験していいますか、えー、予備試験にせよ、ねえー、それから小試験にせよ同じです未知の問題に時間内でいかに解くかそのために能力をいろいろと確保獲得していかなきゃいけないとこういうことなんですねで、えー、未知の問題である程度確保獲得するそのためには4番ですねいろ、えー、んな授業で言ったりしますけれども えー、条文、市場主義、当事者目線、最終的にやっぱここになるのかなというね、えー、これの、まあ、えー、なんていうかな、えー、条文、これの知識があんまりあやふやであるとかね、条文から分析する姿勢が全くない、これでやっぱり一応の水準は心もとないということになるでしょうし、当事者の主張を書くというね、えー、そういう問題も今年もありましたけれども、その当事者の主張を書かなきゃいけないのに、全く検討外のね、えー、当事者の主張を書いてると、これでやっぱり合格しない、やっぱり必要な能力、最終的にはこれは当事者目線、条文、市場主義、ここに修練されるのかなというふうには思われます。まあ、な なんですけども論文というのが必ず事例問題になってるからです。 事例問題になっているということは当事者が必ずいるということなんですよね。で、そうなると当事者がその事案において主張したいことが絶対にあるはずなんですよね。なのでその当事者の言いたいはずの主張というのをちゃんと拾えるかどうかと。ただし、その当事者の言うべき主張というのは法的な主張じゃないといけないと。で、法的な主張ってなら何というと条文等に乗っかった主張ですねで。条文と判例に乗っかった主張。で、えー、そこができてこないとこれはあの論文の一応の推進には届かないぞというふうに思ってください。で、その際ですね、えー 条文に基づいてということになりますけれども、条文には要件効果がある、ねこの要件効果にちゃんと事実を当てはめできているか、で事実、ね、単に抽象的な要件であれば、ですね事実に対する評価まで入れて、要件の当てはめできているかどうかと、まあ、このあたりがで,す、ね、あのできてくるようになると、一応の水準は優に、ね、超えていけるのかなというふうには思われます。まあ今日の、ね、問題の解説もですね民法の問題、で当事者目線、条文市場主義というねこの辺の視点というのが、まあ、ものすごく、ね、確認しやすい問題かなというふうには思いますけれどもね。 えー、そこを、まあ、この論文の過去問ゼミではです、ね、皆さんに勧誘していただくと、まあ、7科目、えー、全部で、えー、28問なのかな、えー、4年分ですね、えー、4年分の問題ざっくりと、ね、やっていきますけれども、まあ、その中で 当事者の立場で主張を考える、当事者だったらどういうことを言いたいかなというね、えー、困ったときにはこの目線はものすごく役に立ちますのでねで、当事者の言いたいことと、それからその言いたいことを条文等から届けられるかどうかというね、えー、その視点で、全、えー、科目ね、えー、解いていけるようにしていただければなというふうに思います。まあ、これらを習得することで、何がいいことあるかと、もちろんね、えー、その一応の水準の突破いうのね、これが見えてくるというのもありますけれども、事例分析が早くなりますね。 ってやっていければ、慣れればものすごくスムーズに、ね、問題検討できてきます。民法の問題だったら、大体私だったら、ね、少子圏問題だったら15分あれば、ね、問題検討終わりっていう、ね、大体そんなぐらいになるんで、あので、ー、本当にもう問題分析の,あの,この手法ですよね、これをもう確立して徹底的に身につけるという形で,です、ね、ものすごく早く答案構成が終わる、答案構成早く終わるということは、最後まで書ける可能性ももちろん増えると、ね、いうことになってきますので、この後に事例分析、事例把握の正確性、速度ですね、これをいかに早く するかというね、えー、各スピードは上げられませんけれども分析の速度これは上げられますからね、えー、そういう意味でこの、えー、当事者目線条文史上主義を徹底的に確立するというね、えー、これをやっていただければなという,ふうに思っています。はい まあ、どちらにせよ、ね、えー、条文が書けてもダメ、当事者の目線書けてもダメ、ということで、両方をね、しっかりとマスターしようというふうに思ってください。ただまあ、残念ながら28問しかありませんのでね、網羅的にその必要な事項、必要な範囲ですね、これできるとはちょっと限りません。その辺はちょっとね、あらかじめご容赦いただければなというふうには思うんですけれども、まあ、おおむねですね、28問あれば、えー、必要な論文上のノウハウですね、えー、皆さんに提示できるんではないかなというふうには思っております。はい、えー、そういうことで、まあ、この条文、市場主義、当事者目線というのを意識しながらですね、 今回のまあ先に解説をね、えー、やってしまおうかなというふうに思います。とりあえずまレジュメですね。えー、一旦ちょっと置いておきまして、まあ、今回のえ25年の問題について、まあ、私だったらこう考えるよというのをこれから示していきます。はい。 でまあ、問題も解いたことのある方もねいらっしゃったのかなと思うんですが、予備試験の25年の問題ですね。でこの問題、いわゆる論点至上主義の方にはまあ結構苦しいんじゃないかなとね、結構苦しかったんじゃないかなとね、こんなふうには思います。ただし、当事者の主張を考えるというねこういう視点で立てばそんなに難しくもないぞというねこういうい問題にもなってきます。問いの1、まず問いの確認からこういうのをしていきます。まずは、下線を付した契約の有効性。 有効であるとすれば B、交際権をいつの時点で取得するかを検討しなさい。ということで問いの把握ですよね。有効性と取得時期。これが問いになっています。で、交際権ですね。交際権についての取得時期。これが問いの1の括弧の1です。続いて、括弧の2。 C は5月14日 F から支払い求められたこの場合において C の立場に立ち支払い拒絶する論拠を示しなさい論拠と書いておきましたね拒絶する論拠ですねえこれを考えてくれとこれが問いの1の2の問題になっています続いて問いの2え今度は E が5月14日 B から支払い求められた B から E に対する請求で E は譲渡金取得役をもって対抗できるのか。 こういう問題ですね。常勤特約。ね。常勤取得約で対抗できるか。で、その際に、えー、サブタル問いがあります。この辺、問題文を見るときにね、メインタル問い、サブタル問いというのをちゃんと分析してください。で、メインタル問いに答えるという中で、サブタル問いにも答えていくというね、えー、こういう視点があります。で、メインタル問い、常勤取得約で対抗できるか。で、常勤取得約の意義。プラス、取得時期。 はいえー、これらを答えてくださいこういう状になってまして、はい、この時点でいくつかのことが気づけます債権譲渡が問題になっているなというところですね、えー、それがまず1点分かるのと、はい、取得時期というあまり見慣れない問題が出題されていますでかつ問いの1問いの2に両方にわたってこの取得時期というのが問いに入ってきているとで、えー、この似たような問いが並んでいる時には比較 論理的な一貫性、これは非常に重要な視点にはなってくるかなと、えー、この似たようなものがあるから、比較、ねえー、似たような聞き方をしているわけでしね、えー、違い、相違点ですね、その辺も踏まえて、えー、考えていくことになります。同じような問題ありますのので比較はいこの ねえー、問題文から少なくともまず、ねえー、問い読んで、えー、ここ気をつけようという、ねえー、気をつけるべきことですね、えー、これをまずは、ね、自分で把握できるようにしておきましょう、はい、で問題文が、えー、事実1から6です、ね、上がっておりまして、はいえー、まあもう読んで貼ると思いますのでね、えー、ざっくりと省略はしていきますけれども人間関係図の把握これをしていきますよねで人間関係図、えー、B から A に1200万貸したよと。 で将来の債権に対して譲渡担保を設定したと。こういうお話ですね。はい、将来の債権に対して譲渡担保、丸書と書いてますね。ね、えー、ちょっとまだ発生してない債権ですのでね、ね、えー、これをあの問題文に書き切ることはちょっと難しいところがありますので、えー、ここはもう丸書とかね、えー、そういう形でまあ自分の手控えに書いておけばいいんじゃないかと思います。でえー、その後ですね、えー、C に売ったという話ですね。 25年の3月1日100万円の売買代金債権が発生しでこれが25年3月25日に面積的債務引き受けされたこんな事案になってますねでさらにその後 A から E に対して 150万で売買がされた。で、その際に、譲渡禁止特約は、ね、画数が多いので、手控えでは、好きなような略し方で結構です、ね、譲渡禁止特約ですね、えー、こういう略し方をしておけば、手控えではもうそれで十分という感じですね、常勤特約。で、常勤特約でもって、えー、事実としては、これ、えー、A が B に対してね、えー、通知したと。 こんな感じになってますね。いや、E から B、ごめんなさい、間違えました、ここからじゃなかった、ここからですね。はい、譲渡金取得約の通知ですね、えー、これが3月5日と。はい、その後と、えー、4月末で B の返済、届こうって。 F が F 出てきますでここに対して5月1日差し押さえ他方で5月7で E に通知。 まあ事実関係としてはこんなところがね、問題文から広げれるかなという感じですね。えー、問題文の整理ね、えー、そんな感じで私の手控えではね、えー、書いていますが、さあ、その中で、えー、この事実関係整理した後に、 まず問いの1ですね、えー。1つ目。有効性のところを聞かれていると。で、えー、再建譲渡の有効性。ここはまあ、判例の知識ですよね。えー、将来再建譲渡についての有効性。2点で議論がされているというところをね、思い出してください。えー、1つ目ですね。将来再建譲渡有効性、えー。そもそもですね、えー、特定されているのかどうなのか。ね、特定性を書くとして無効になるという可能性が1点。それともう1点が、公助労属違反として無効になるというね。えー、これはですね、えー、将来再建譲渡の内容によってはですね、 債務者の営業に著しい影響を与えるとかですねそういう場合があってですね、えー、そういう場合には無効にするという判例がありました、まあ、11年から13年にかけてね判例が3つほど上がったと思いますけれども、まあ、少なくともね、えー、ここの判例の、えー、有効性に関する判例2つですね、えー、債務の特定性に関するお話とそれから、ね、将来債権上との控除両続違反性ですよね、えー、その2点を考えると、えー、考えるか、まあ、少なくとも示さなきゃいけないでしょうねで控除両続違反性これはないかなという感じがしますね たった1年分ですよね、えー、たった1年分を譲渡するに過ぎないししかも取り立て権限は A に留保されているしというところでね、えー、債務者の営業に与える影響とかは特段大きくはないという風うに考えられますので控除料作り反省はないだろうあと特定線とかちょっと微妙な感じがします、えー、パネルの部品の製造販売の代金債権で現在有しているもの今後1年間に有することになるもの一切を というところでね債務者が特定されてないじゃないかというところなんですねで、債務者が特定されてないのに特定将来債権の特定性ありなのかというところは少し気にはなるところではありますが発生原因と期間で一応区切られてはいるというところからしてねある程度まあこういう債権ということで他との識別ですよね他との識別可能性はあるかなとね、えー、a の 主として営んでいる業務に関するですね1年分の将来再建ということでねある程度、まあ、特定性ですね、えー、債務者が、まあ、書いてないけれどもね、えー、他と区別できる程度には、えー、できているかなとこういうふうに思われますので、まあ、特定性も問題なしというふうに考えられるでしょうか。はいなので、まあ括弧の1の前半ですよね、えー、契約の有効性、これはもう確実に点を取らなきゃいけないところですね、えー、2つの判例ね、ね、えー、少なくとも2つの公助良俗違反に関しての問題とそれから特定性、何でもって特定するのか。ここは 条文プラスアルファの知識ですね、えー、最低限の判例知識ということが入ってくるでしょうね。えー、そこがまずは欠けているかどうかというのがね、えー、チェックポイントになるだろうと思います。で、その後有効であるとして B が交際権いつ取得するか B さん交際権 取得する交際権としてはこれ今回こっちですね A の C に対する債権これをいつ取得するのかというねこういう問題ですでいつ取得するのか論点至上主義の方にはこんな論点ね聞いたことないよということになるのかなとは思うんですけれどもここはシンプルに考えてください B の立場で考えたらいつ取得したって言いたいかなというところですねでいつ取得したと言いたいかな考えられるのは債権譲渡担保の1月11日時点 あるいは C 再建契約日が3月1日ですので3月1日時点あるいは取り立て権限を取得した5月7時点の3つがまあ考えれるかなということになるはずですね。でそのうちのどれが B としては主張したくなるところかなと。 これをね考えてもらったらいいのかなとあとは理由が成り立つかどうかです論文ですので理由付けができたらいいんですこの結論3つありますねこの3つの結論のそれぞれ説得的な理由が立つかどうかとそれだけ考えてもらったらですね論文としてはオッケーでして解釈論知らねえじゃないですね論文ですので結論と理由が書ければいいんです結論は 1>, 1月11日、3月1日、5月7、どれかになるはずでして、それぞれに対しての何か適切な法的な理由付けができたらいいかなというねこの視点で書、えー、けたら大丈夫かなというふうには思われます、ねえー。ここ論文ですので理由付けさえ、ね、しっかりと書ければいいで、これは B の立場でなんか論拠ですね、えー、考えていくということで足りるのかなと思われます。はい、最も論拠として、あのー 使いやすそうなのは5月7日でしょうかね5月7日にする一つの論拠としてはこれは通知するまでは取り立て権限は a にあるので a には b にはですねこの取り立て権限はなかったしたがって権利取得したのは5月7日であるというねこの論拠がまず一つね考えられますはい、5月7日と考える取り立て権限 の取得時期ですね、えー、そこから5月7日というふうにも考えうるところではありますけれどもただちょっとこれも将来再建譲渡です譲渡担保の法的構成から考えるとちょっと遅すぎないかという気もせんでもないですね。ね、えー、譲渡担保担保的構成ならばこの5月7日の時点の取得というのはまあすっきりすんなりというところあるのかもしれませんけども一応判例の立場をおすすめしておきますと判例の立場ではどうなのか。 言うと所有権的構成ですよね譲渡担保の法的構成所有権的構成で考えると権利の移転時期についてはですね譲渡担保時点で権利が移転すると考えるのがまあ判例の考え方ですそれに照らして考えると5月7日というのはちょっとクエスチョンマークがつきますなので採用できないなと じゃあ1月11日3月日日これらはどうなのか所有権的構成からすると一番論理的なのはこれにつながりそうな感じですね。えー、所有権的構成からすると1月11日に取得したと言えそうではあるが1月11日の時点で交際権あったかというとないんですよね。まだまだだ債務も発生してないのに 取得ししたっていいうのはおかしいよねと発生もしてないのに取得したというのはこれはちょっと、えー、早とちりすぎるというところで発生もし、かつ取得したと言えるところとして、まあ、最終的に残るのこんなんは3月1日かなというね所有権的合成でですねかつ将来再建譲渡で発生して初めて取得というのが言えるはずだとこう考えたらですね3月1日の時点で取得だとこういういうに、ね、考えることができるかと思います。はい ということでまあ一応 B の立場でね、えー、いつが考えれるかな、3つぐらいね、指標があるよと。で、その3つのうちどれが最も説得力がある理由が書けるかなと、ねえー。こういう視点で考えればいいだけで、別に論点じゃないからって困る必要はないというね、単に何らかの理由が書けたらいいんですというね。で、えー、その理由付けになりそうなものですね、えー、それぞれまあね、えー、あります。まあどれでもいいかなというね、所有権的構成を徹底するべきだと書いてね、えー、そうすると1月11日だということになるでしょうけれども、えー、他方でね、えー、担保的構成を徹底するべきだったら5月7日ですね、えー、これになるだろうし、 まあそこはね譲渡、えー、担保の法的構成次第とこういうとう、ねえー、なるでしょう、まあ、どの立場とってもね、えー、もちろん同じように拝点はつくだろうと思いますが、まあ、判例に沿、えー、っ,った方がですね安心です、ねえー、その判例に従った方がその予備試験にせよ、司法試験にせよですね判例から来るところの問題意識、ね、判例説にとったならば出てくるであろう問題意識その辺が聞かれることが比較的多いところはありますので、まあ、判例説に従っておいた方が本当の問題意識に気づきやすいということが、ね、ありますのでできる限りまり判例説です 規範は判例説に沿った方がいいかなというふうには思ってます。はい、えー、そういうことでと、括弧の1ですね、えー、とりあえずは、まあ、私は3月1日かなというね、個人的には思っているところですが、まあ、そこは皆さん、論拠ですね、えー、理由付けが成り立っていればね、それで OK よと、ね何らかの理由付け、説得的な理由付けができたら、もうそれで OK、1つ、2つですね、えー、あれば大丈夫です。はい続いて、括弧の2、C は F から支払い求められた、C の立場で、支払いを拒絶する論拠を考えなさい。 ということで、はいえー、ここも論点探ししたら多分まあ死ぬかなという感じはするんですけれども C としては払いたくないんですよね F にね。で F に払いたくない反論を考えろということでありまして反論を考える際にはまずは相手の主張を前提として確認するのが望ましいです。ね、相手の主張これに対して何ができてくるかと。で相手の主張は何か ?F から C に対しての主張としては。 AC, AC の売買プラス差し押さえですね、まあ債権譲渡的な、ねえー、形で F は債権取得したんだというふうに言って請求してくるだろうと。はい、さあ、C の反論、反論としては否認か公弁かという視点を持っておくといいですね、当事者の反論ですけれども、えー、民事においてですね、えー、被告の反論は否認か公弁かどっちかです。否認はできなさそうですね、AC 売買、否認するとかちょっと無理でしょうね、買い受けてますからね、えー、なので否認は無理。 えー、差し押さえ否認、これも無理でしょうね、ね公的な、ね、差し押さえ命令が出てきて、ねえー、これ、否認は無理だろうということで、抗弁を考えることになります。で、抗弁としては、債権、消滅、行使阻止、発生障害、このあたりですね、債、え、権、ー、上等に対しての抗弁になるのはね、ね債権の不発生、債権の、えー、消滅、行使阻止、このあたりの抗、えー、弁から選んでいくということになりますけれども、C としてはどういうふうに言ったら拒めるかです。 F さんの支払いを拒みたい一つ考えられるのはこれですよね。面積的債務引き受けで消滅した。これが最も素直に考えられる反論だろうというふうに思いますね。えー、ここはまあね、えー、問題事実見てですね、えー、面積債務引き受けあるからね、論定式じゃなくてもまあ出てくるかなというふうに思うんですけれども、面積的債務引き受け。 免引きと略しておきますけども、面積債務引き受けの反論ですよね、これが1つ考えられるとで、この面積債務引き受けが有効かどうかですよね、これを考えていくと、面積債務引き受けというのは、債権者ですね、それと引き受け人の3社ですね、全員が合意していれば有効であるというふうに言われておりますね。で今回の3者合意ですね、A、AC D ですね、えー、3人とも面積で3引き形にまあ合意していますんで、まあ、有効だという論拠がまあ考えられるとただしこの論拠はちょっと怪しいところがありまして3月1日の時点ではこれ上土担保に付されてますんでね先ほどの 論理関係ですね、えー、とい、えー、いますかカッコの1カッコの2となっている時にですカッコの2は大体カッコの1の問題意識これを前提にするということが結構ありましてカッコの1の問題意識にもちょっと配慮はした方がいいでいつ取得したか3月1日取得なんですね、えー、3月1日の時点で B は債権取得しているということは面積的債務引き受けは有効かどうか3月1日って選択ならば 免積債務引き受けは無効だというふうになる可能性があるとこう思ってください5月7日であれば A の合意ですね A の同意でも免積債務引き受けは有効だということになりそうですがこれ3月1日の時点ではすでに B が取得したということであるならばこれ A の免、ね、疫債務引き受けの合意だけでは有効にはならないとこういう、ね、結論になってくるのかなというふうに思われますね、はい、ちょっとまあ括弧の2になってもですねカッ、えー、の1括弧2とあるときにすみません論理関係 これも冒頭で言っとけばよかったけども、えー、論理関係にも注意をするようにしてください。はい、ということで、えー、面積3分の1というも有効性どうなのと、他反論あるか、他多分ないと思います。5月1日差し押さえ、はい、B が債権者であるというふうに言いたいでしょうけれども、B ですね、債、え、権、ー、上と、 受けてはいるものの対抗要件の問題ですね、えー、対抗要件の問題で債権譲渡担保対抗要件5月7日になっちゃってますからね今回ね、えー、5月7日の時点で対抗力ありですので他に優先する債権者がいるとは到底言えないということになるでしょうね、えー、これは債権譲渡の場面ではね債権、えー、喪失の抗弁というふうに言われるものにはなってくるんですけれども債権喪失の抗弁 B 対抗力9月7日なので、えー、優先する債権者がいるので払いませんというね、えー、この反論は通らないと <laughs> こういうことになってしまいます。はいということで、まあ、この括弧に支払い拒中絶する論拠2つあります一応あるんですけども両方とも通らないというね、えー、こういうふうになるんではないかなと個人的には思います。はい

こういうふういいいいいなな、ねえー、検討ができたらいいかなというふうには思いますちなみにですがこの債権譲渡のところですね、債権譲渡の,その、えー、と勉強のする際なんですけれども、いずれ意人からの履行請求というのを念頭において、債権譲渡は学習してください、ね、いずれ意け人からの請求というね、えー、そういう視点で勉強していく、そうするとですね、いずれ意人からの請求原因事実は条文にないという感じなんですね、いずれ意人からの履行請求、これはあの条文にありませんので、債権の発生、債権の移転、これはもう不分率の要件として抑えなきゃしゃあないと。でそれに 対して条文上ある反論がからとそういうふうにね債権譲渡の466から468はすべて債務者の反論というねこういう視点を持って勉強しておくといいと思いますで今回の2つ目のこれですね債権喪失の抗弁は実は467に関する反論だということになりますね債権喪失の抗弁が467からね考えれるかと思ったんですがちょっとダメだねと対抗力 B の方は後だからねと債権譲渡の差し押さえですね債権の差し押さえこっちの方が先ということになるのでこれはちょっと難しいかなとねそういうことになるでしょう はいついていきましょうというのに譲渡禁止特約で対抗できるかということで。 はい絶対取らなきゃいけないですね、この譲渡禁止特約の意義ですよね、第三債務者の保護のためというね、この言葉はまあ必ずね、言えるだろうと思いますし、具体的にね、第三債務者の利益ですね、債権者交代に伴うですね、その事務手続きの負担であるとか、二重弁済の危険、そういったものに配慮するために譲渡禁止特約というのは付されるんだと、まずは少なくとも譲渡禁止特約の意義ですね、これは確実に点を取らなきゃいけないね、絶対知識、絶対必要な知識でありまして、これは必ずね、やっていってください、取ってください。で 取得時期についても答えろ、はい、取得時期について問いの1で答えたこととの整合性ですよね、これが取れるようにしとかなきゃいけませんね、えー、問いの1で当たる理由付けですね、えー、これをそのまま問いの2でも、ね、使っていくということになってくる、そうなると問いの1で3月1日と考えていれば取得時期ですね、えー、これについては3月5日というふうに見るのがまあ自然なのかなというふうには思われます。はい 3月5日を取得時期と見たときにじゃあ、渡件取得役で対抗できるか、あとは条文の無効主張の要件ですね、えー、条文確認すると,ということになりますね、えー、466の2項ですね、えー、466の2項から、えー、要件、はい、出せるようにして、466の2項、譲渡件取得役、ある場合には適用しないわけですが、正し書きですよね、えー、その意思表示、税の第三者に対抗することができないということでね、えー、第三者の方が悪意重過失、 であれば譲渡禁止特約の無効を主張できるとこういうふうになりますね。譲渡禁止特約の無効ですよね。えー、これは悪意重過失ですね。えー、第三者が悪意重過失であれば主張できるということになります。はい。まあ、意義のところにこれ追加しといてもいいですね。物件的効力。譲渡禁止特約ね。無効にするよという,、ねえー、いうことになりますけども、その無効主張、えー、これができるかどうか、要件としては。 B の悪意重過失はいで、まあ、民法の基本的な知識になるかと思いますが悪意重過失ときた時にはその対象と時期気をつけてください悪意いつの時点でがいるのかなんですがこれ取引安全の規定ですので取引時に必要だということになりますで、えー、取引時 に、えー、悪意重過失ですね、えー、これがあったかどうかということになってくるわけですけども1月11日の時点では今回取引時ね、えー、1月11日これを取引時と見るならばこの時点では善意だったということになりますがこれを取得時で見るとなると。 3月5日の時点で譲渡禁止特約の通知を受けたということになりますので悪意になってしまうというところがありますね。ここもですね実は括弧の一番との論理的な整合性ですね、えー。この辺も意識しなきゃいけないところになってきますけれども、えー、悪意、重過失この時期ですね、えー、これは今回3月5で見るのか1月11で見るのかですね、えー、そこはちょっと考えなきゃいけないなということになるでしょうね取得した時期は確かに3月5ですただし取引したのは1月11です。 で467、466 46ですね、えー、正し書きの趣旨は、取引安全なわけですから、再建上と取引ですね、これがなされた時点で判断するのが、まあ、最も成功的でしょうね。あとから知ったことですね、えー、これでもって悪意とされたのでは、取引の安全ですね、これが返されてしまいます。はい、えー、そういうことで、えー、取引時と考える、取得時ではなく、取引時と考えるというね、えー、そういった一言をね、入れておくと、まあ、この問題の出題意図ですね、えー、そこには、まあ、答えきれたのかなという感じはします。はい なことでまあね、えー、全体的に、まあ、問題としては結構難しめの問題なのかなというね、えー、感じもしますし、それからまあね、えー、民法の、なんていうかな、えー、当事者の立場で考えるとか、条文の、ね、問題をですね、えー、条文に沿って考えると、この視点がないと、多分この問題一番苦労したかなというね、えー、そんな感じがします。まあ、あの、予備試験の民法ってね、えー、こういう時点の問題が多いのでね、えー、民法苦手な人はどんどんこの予備試験の問題ね、これを潰していくというのをお勧めします。えー、この予備試験の問題でちゃんとね、解けるようになれば、おそらくですが、司法試験のの問題結構ねお茶の 再々とといいいうぐらいにななっているかなと思いますのでね、えー、これ民法苦手だなと思っている方は条文から考える、当事者の主張から考えるというのを徹底してですね予備試験の問題を潰していく、司法試験の問題を潰していくというのをねここ心がけていただけたらなというふうに思います。まあ、民法に限らず、商法もそうですね、えー、当事者の立場で条文から考えるというね、えー、これはもうね民法に限らず、全科目ね、ね実を言うと、えー、共通のお話になってきますので、えー、そこをね、えー、繰り返し繰り返し。 自分の身になるようにね、えー、マスターをしていただければなというふうに思います。まあ、どんどん特訓ですよね、えー。これは訓練あるのみというね、そんな感じですので、まあ、あのー、時間ある限りにおいてね、論文の問題等をどんどん解いていくという感じにしていただければと思います。はい。えー、デジュメの方に戻っていきましょうか。まあ、今日はね、えー、ここの、あのー、 特待生試験か。ごめんなさい。特待生試験の、ね、解説するだけではなくて、一応過去問ゼミの紹介ですよね。そういったものも一応予定して今日はやっていますので、まあ、最後ね、レジュメに沿って、まあ、なぜ過去問ゼミやるのか、ね、過去問ゼミでのまあ獲,得代表獲得目標とかですね、あるいは皆さんに意識していただければなと思っていることをね、最後にちょっとお話していきます。はい。レジュメの2ページ、一番下。 えー、なぜ過去問を検討するのかというふうなところでね、えー、過,去問から検討過去問を検討して得るべきものですねこれを皆さん、認識していただければなという,ふうに思っていますで、えー。過去問と同じ問題は二度とないなのになんでやるのかなんですけれどもこの過去問にはですねものすごい英知の結晶これがありまして、えー、この過去問を通じてその 出るべき範囲、ね、問われている能力、これがうかがい知れるからです。で、その、えー、取,る取るべきって言いますか、えー、答えるべき内容ですよね、えー、これを、まあ、過去問を通じてあ、この辺が相場かなというね、えー、そういうものを、まあ、マスターしていただく、そのために、ね、過去問ゼミというのを運営しています、えー。やっていかなきゃいけないものね、過去問ゼミ過去問の検討の際、これはゼミに限らずですね、ゼミに限らず言えることなんですけれども、現場でなすべき方法、これをちゃんと問題検討の際、取れてるかどうかです。 問題見てです、ね、あ今まで解いたことあるわあの人あんなこと言ってたわだからこう考えようではなくて全く未知の問題を考えるのと同じ視点で分析していってるかどうかですね、えー、全く初めて見る問題と同じように分析するため 2はですね、えー、そういったこのね、えー、事前の何ていうかな、えー、今まで聞いた話がこうだからとか、そういう理由づけは全然ね、理由付けにならないはずでね、えー、当事者としてはこの事案関したはこう言いたいはずだ、条文からするとこうなるはずだという、そこからの分析になるはずでね、えー、過去に誰かがこんなこと言ってたからだとかね、そういうふうなとこから考えるとなると、おそらく現場でなすべき思考からどんどん外れていくというね、えー、これはもう知識に頼ったね、えー、思考になってしまいますので、現場でなすべき思考、 初めて見る問題を解くというね、その気持ちで分析していただければなとで、その際に、えー、まあいろいろと考えるべき部分が出てくるわけなんですけれどもあらかじめ押さえておかなきゃいけないものはどこで でここは現場で解くべきものなのかどうなのかですね、えー、それをちゃんと春別できたらなというところですねえー、事前に知識で解いとかなきゃいけないというね、えー、そういう部分についてはあ,のあまり誘導がないということがありますけれどもある程度誘導されているところについてはね、えー、これは事前の知識というのはそこまで求めてなくて現場での思考ですね、えー、これが求められているという感じになっていきますまあここのね、えー、過去問の検討を通じてねあここまでは聞かれてないなとねここまで覚えなくていいんだというね、えー、その限界付けなんかもね、えー 見えてくるところではあります、はい、あとできたらですけれども、過去問の検討の際、本番解くときと同じ感覚でと言いました、えー、これはできたら時間制限も同じような感じでやってくださいで、えー。時間制限かける、答案化するのであれば2時間という時間制限かけて、いかん、2時間のうちにかけきらなきゃいけない、ねえー、その焦りを感じながら解いていくと、そういう、ね、作業を繰り返して、まああのー、現場での思考に近いものですよね。えー、これを、まあ 書く、ねえー、それぞれの問題を解く際に、えー、実践していただければなとで、えー、そういうふうにしていかないとね、えー、無制限の時間でやっていくとかね、えー、結構だらだらしてですね、えー、どうでもいいこともいっぱい書いたりとかですねそういう癖もなってくるんでね、えー、時間内に書き切るこれを最優先順位にして、えー、まとめるための工夫訓練ですね、えー、これを国語、まあ、問の検討を通じてねやっていただければなという,ふうに思います。であとは 問題解きっぱなしで終わらないでください。えー、過去問ゼミね、えー、受けていただいてて、えー、でなかなかですね、あのー、進展が見られない方ね多いんですけれども、えー、進展見られない方の大体ね、えー、見えてくるのは前に指摘されたことをねマスターしてないってね、えー、そんな感じのところですね。前にこれもまた指摘したのに何回も指摘させるなんでね、えー、こんなこともねあったりしますけれども、やっぱりアフターフォローちゃんとしてください。1回解いたそれで 自分の弱点とか、ね、解けなかった原因そういったものがあのは分かってくるはずです。でそういった、ねえー、自分の弱点 えないしはね指摘されたところもそうですけれどもえ今度解くときには完璧に解けるように復習をしていくですねえ復習する際にですねえここ解けたのであればその解けた部分についても復習は不要ね解けなかったあるいは間違えたそういったところに対してなぜ解けなかったのかなぜね間違えたのかあるいはなぜねこういう指摘を受けたのかそのなぜのところをですねちゃんと把握してそれをフィードバックするフィードバックするというのはこれは基本テキストとかに 還元すするとということになります、ねえー、普段インプットで使っている素材ですよね。そこに、あ、これは溶けなかった弱点だということで、ちゃんとね、えー、弱点であることを分かる。ねえー、そういうふうな付箋をつけるであるとか、あるいは、 アウトプットのノウハウであるならば、ノウハウ本ですよね。それを自分なりに作ってですね、そのノウハウ本に全部まとめていくとかですね、私のクラスだったらね、虎の巻湯の代価の講義の際にね皆さんに配布するという点にしておりますけれども、その虎の巻に書き込んでいくでもいいですしね、そのノウハウ的なところであればできたらね、インプット素材よりも別の素材にね、ちょっと一本化しておくというのもね、ありなのかなとは思います。何にせよ、解きっぱなしじゃいかん。 前解いた時の反省点、これを次に生かしてください。で反省点ですね、えー。これはまた第4のところでねまとめておきますけれども。 えこの反省点いうのを積み重ねて、積み重ねて、とにかく本番2時間だけでも完璧に解けたらいいわけでも、完璧じゃなくてもいいです。50点取れたらいいんです。ねえー、本番、ね、2時間のこの検討の中で50点取れたらいいと、そういうふうに思って、ですね、えー、どんどんともう潰していく、ね、苦手なところはできたら一つ一つでもなくしていき、ね、今まで知識に穴になってたところについては埋めていきというね、ねそういう作業を繰り返していただければと思います。はい第3のところですね、過去問ゼミを受けていただいて、伸びるタイプと伸びないタイプですね、結構いらっしゃる。 ところあるんですけれども、えー、伸びしろがあるのは、えー、この第3のところに書いたような方です。アウトプットの検討手法に不安のある方、これは大きく伸びるね可能性があるかなというふうに思います。まあ問題の解き方ですね。私の解き方っていうのもかなり一定というかまあほぼねどの科目もこうしましょうというねそううのが確立してあります。その手法を確立するとですね、概ね問題検討の速さとかねこれも速くなってくるしねブレ、えー、ない思考というのがねできてくるかなと。まあそのアウトプットの検討手法が確立できてない方ですね。 あるいは不安があるという方はこの過去問ゼミに通じてねかなり進歩が見られる可能性が高いかなというふうには思っています。あと採点趣旨、それ採点趣旨じゃない、出題趣旨や採点実感ですね。この辺を読め読めと言われているところではあるとは思うんですけども読んだだけでね分かるものでもないと。で、出題趣旨採点実感に書いてあるものね。まあ、最近はかなり 丁寧で親切になってきてきはいますけれどもなぜそれを書かなきゃいけないか、その分析ですよね。えー、これが、まあ、この過去問ゼミではね、おおむねやっていくところになります。まあ、過去問ゼミの中ではね、えー、一方的な講義になることが、ね、多いですけれども、えー、そこの過去問ゼミの中で、ね、えー、だから須台趣旨に書かれたんだよとかね、だから採点時間でこう書いてあるんだよとかね、そういったお話もね、していく予定にはしておりますけれども、その採点,趣旨、えー、採点実感、須台趣旨ですね、ここに書いてある内容で、なんでこれ書かなきゃいけないのかですね。 えそれをまあ分かった上でね、えー、その、えー 今後の、ね、検討に生かしていくと、ねえー、それ書かなきゃいけないのはこういうことだから書かなきゃいけないとかですね、えー、そのあたりを、ね、マスターしていくと、えー、未知の問題にも、ね、対応がしやすくなるのかなというふうふに思います、はい。あと私が実務課だというところでちょっと、ねえー、これはあのプラスアルファになるのかなと思うんですが事実の抽出評価ですね、えー、ここもあの皆さん苦手にする人がいるんですがここをマスターしたいという方は、ね、過去問ゼミの中でかなり特訓できるかなというね、えー、こういう気がします。が そこの事実評価にも実は方法がありますんでね、その事実評価のノウハウですね、これは皆さんに広報系とか刑事系では特にね、マスターしていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あのよく言うのがね、両方向から見るとかね、そんなこと言います、確かに、トゥルーバット六法とかね、そんなふうに言ってきますけれども、持っていきたい結論。 に対してね反対側からの目線とそれからねまたもう一方側の目線とね両方を持ってやっていくいうものであるとか比較するであるとかですねあるいは事実を切り離したり付け加えたりとかですねそんな感じでやっていったりとまあいろんなね評価の仕方があるんですけれどもまあそこをねえ確立できるのもね過去問ゼミの中ではねあるのかなというふうに思いますはいあとまあ結構論文を書いててね困る人多いかもしれません書き出しどうするか ねえー、書き始め何から書き始めるかこれに迷いがある方ですね、えー、その方も、まあ、この過去問ゼミに通じてね迷いは消えるのかなというふうに思います私は一貫して言ってるのは結論から書け中ね、えー、結論から書いた方が書きやすいというね、えー、そういうことが多いかと思います、えー、結論から書くとなると書き出しで困ることはありません書き出しね以下の理由からこうなると考えるとこんなふうに始めるわけでして、ね、書き出し困ることは何にもないとねで論文で書かなきゃいけないのは結論と理由です 結論と理由がしっかり書けてれば点になる。結論と理由以外はいくら書いたところで何にもならない。というところでね、書き出し困ったら結論から書いたらいいんです。自分としてはこう思うというところから入ったらですね、それのあとは理由付け書いていくだけです。で、たい法律論文は理由付け。 要件、効果に当てはめていくとそういう作業になりますので、えー、以下の通おり、ねえー、原告のこういう請求認められるとで認めるための要件はこれとこれで,でこれについてはこうでこれについてはこうでって、ね、多分そういうふうな論文になっていくということで、ねえー、ここの書き出しどうするかの不安がある方です、ね、もう迷いなく結論から書くというふうなものを1年間、ね、1年間じゃないか、えー、徹底していただくとかなり、ね、その書き出しの悩みというのは減っていくかなという,ふうには思います。はい 逆に過去問ゼミではちょっと対応しきれないところですね、えー、ここが出てくるので、えー、そこはちょっと皆さんの自主学習でお願いしたいというところであります。でそれは何か 基礎の弱点、これの発見・克服は、過去問ミの範囲ではちょっと限界があります。全分野やるわけにはいきませんので、そういう意味でね、あの各ね、各自の基礎部分についての弱点、これはあのご自身で発見して、克服するというね、そういう作業をしていってください。で新しいテキスト等にあんまりね、挑戦することをお勧めはしないところではあるんですけれどもね、今までの持ってる、ね、基本書類ですね、その範囲内で自分が入門以来ですね、使ってきたテキストですね、それがあると思います。その範囲で、あここ弱点で、 だとかねそういったところを発見して克服していく弱点不戦ですねこれを使っていくということが多いと思いますけれども弱点不戦ねいつ発見した弱点ででこれはいつ克服できたかとかねそういうのもねその不戦の中に書き込めるようにねしてくとなおいいのかなというふうには思いますはいあと過去問ゼミはどうしても論文ばっかです担当対策はできませんのでねこの担当対策ね担当で落ちてしまったというねそれはちょっと非常に悲しいことでありますけれどもね担当の対策は申し訳ないですけど皆さんねご自身でやっていただく ととといいいいうことでね、えー、お願いしたいと思います、はい、あと、条文検索力も、まあ、一部は対応できます、えー。一応問題検討する際にですね、えー、条文、困ったら条文ってね、えー、いうことが結構ありまして、困ったら条文いう時の条文の探し方ですよね。えー、そのあたりはね、えー、皆さんに、えー、過去問ゼミの中でやっていくということは、 出題範囲の中ではできますけれども、それ以外の条文の探し方というのはね、これは皆さんでやっていただくしかないと。で、条文検索力、まあ一番身につくかなというのは、これ、会社法だと思います。ね、会社法においてはね、私のまあ問題分析の手法ですよね。ここはかなり有用にはなるかなと思いますので、会社法の条文検索はある程度、ね、事業の中で対応できるかなというふうに思いますが、他の科目については、ちょっと条文の検索力ですね、その出題範囲というのが限りがある点でね、ちょっと、まあ全部が全部見れるわけじゃないよというところはね、ちょっとごください。 いいいただければと思いますはい、あと、初見の問題の検討ではないので、ねえー、どんどん問題、新しい問題解きたいという方は、この過去問準備はちょっとね、えー、その、えー、要請には答えられませんそこだけはちょっとね意、意識していただいてですね、まあ、当連であるとかですね、えー、あるいはまあ,あの、解いたことのない問題ことで、おそらく皆さんね、えー、ロー入試、老、え、を、ー、卒業るしてる方であればですね、えー、自分が合格して以後のね、ロー入試の問題解いてないと思いますのでね、えー、ロー入試の問題ね、自分がね受けたね、ねースクールの入試問題とかですね、えー、最近の の2年分見てみようとかね、そういうふうにしてみると、まあ、未知の問題ですね、その辺の対策はできるかなと、まあ、軽半身の問題ですね、特に兄弟のローの問題鬼問題ねこれが結構あったりしますんで、その兄弟ローの入手問題ね、自分がローに入って以後とかね、その辺の問題は見て,見ていく価値はあるのかなというふうに思います。はい あとここも検討後の一応で、ねえー、アフターフォローについて最後のね、えー、最後じゃない4ページ目ですねそこに書いてありますアフターフォローなんですけれども、えー、アフターフォローはもっぱら弱点の克服のためにあると思ってくださいアフターフォローするのを目的としてはねこれ弱点の克服ですで、えー、弱点というのは結局何なのか本番に出たときに正しく書けない可能性の部分 とと思っていいいただくといいですね、えー、自分自身がまあ答案書いててですね、迷いなく書けたところ、これは弱点ではないと思ってください。迷いながらこれでよかったかなとか思いながら書いたところ、これはまだ弱点の可能性がありますので、それは本場で迷いなく書けるぐらいまでね、高めといた方がいいかなというふうに思います。もちろん、書き間違えたりしたとかね、あるいはあやふやだとかですね、あるいはね、最低の中でこんな理由付けあるのとかですね、そんな指摘を受けた場合には、これはちょっとね、もう一度、 自分で固め直しですね。これしていただく必要があるかなというふうに思います。まあ、偶然あったというのは論文では少ないかなと思いますけどね。担当の時なんかはね、偶然、あ、正解あってるわとかね。そういうことはたまにあると思うんですけども、偶然あったところも実は弱点ですので、担当の際にはこの偶然あったところもね弱点ということで、もう一度復習し直しですねで。完璧に解けるまで再度やるというね、こういう心ね、心がけをしていただければとは思います。はい。ただし、弱点の範囲です。 重箱の墨をつつくような知識は不要というふうな書き方をしておりますけれども、これは具体的にどんな話なのかというとですね、えー、なんとか研究とかですね、まあ、いろんなこうね、えー、市販されてる問題集があると思います、ね。市販されてる問題集にですね、何かこうね、学者の先生がわが物顔で書いてるようなね、えー、そういう学説とかですね、そういったものはもうはっきり言っていらないと、学説知識のほとんどはこの重箱の墨というね、えー、そういう位置づけにできるかなと思いますので、まあ、この学説の知識ですね、うなんか、ねえー、受験して、ろう卒業されたか ですよね非常にこう学説の知識が高まっているという状態の方もね結構いるのかなとは思うんですけれどもそういった学説の知識は一旦もう射掌してくださいとにかく必要なのは判例の知識でありましてね判例と条文の知識をねこれをしっかり固めるということでその十倍ほの隅になるようなね学説知識については一旦車掌射してください、ね、特に民訴と刑法ですねこの2科目はですね学説がうるさい科目でありますけれども学説の 議論というのは一旦車掌していただいて、えー、答案、書くのに必要な条文と判例の知識ね、ね、えー、これをしっかり固めようというふうにしていただければとは思います。はい あと、ま、重箱の墨になってくるようなものはね、基本テキストに載ってないやつです。基本テキストは僕、ベストなのを予備校本だと思ってますね。別に予備校のねえ講師だからというわけじゃないですけれども、予備校本は一応、ミニマムの知識ですね。ミニマムといってもそれでも多いぐらいでありましてね。あの、入門テキストでえ書いてないようなものになってくると、これは基本的には余分な知識になる可能性があると。2年目講座まで受けた方、2年目講座までに出てきた知識ですね。その範囲がマックスというふうに思ってください。それをこう ようよな新しい判例いいいらないです、ね、新しい判例といっても、まあ、あの受ける年の3年前までの判例は一度、ねえー、見ておいた方がいいというふうにされてますけども直近判例とかね、えー、それをまあ勉強しようという方がたまにいますけれども直近判例みんな知らないですからね合格するのに必要な知識に入ってこないですで逆に直近判例知ってると頭の思考を阻害します。 問題点に気づけないというね、えー、直近判例の問題が題材になっているけれども、事案がちょっと違う形で問題文を作ってますので、直近判例の知識があると、余計知識に引っ張られて変になりますので、直近2年の知識に、えー、判例に関しては、まあ考え方だけ見とこうかと、ねえー、見るとしてもその程度ですね、えー、この判例の規範を覚えなきゃとかね、そういう目線では絶対ね、見ないようにはしてくださいはい。 そういういことで、まあ、ここの、えー、弱点ですね、えー、出たときに書けない可能性のある部分ですね、えー、条文判例に関する基礎知識というふうにね言っておきますけれども MAX は予備校本の入門テキストかなというねそんな感じで思っています、はい、あとちょっと解釈論皆さんもう一度見直ししていただきたいんですけれども、えー、論文書くときにね、えー、規範立てることがあると思います規範立てるときの理由付けなんですけれどもその理由付けがですねその結論を論理的に 結びつけているかかどうここれは再度ねちょっとと確認しておきたいところですですよくある予備校本のテキストで悪いやつですけどもね、まあ、私も教えてながらなんだかなと思いながら言っているところもあるんですけどもね「えー、そこで」という接続詞になっている部分ですね、えー、規範理由付けと結論との間が「そこで」で結ばれているところねこれははっきり言って論理的な説明ではないのでねどっちかというとそういう「そこで」というふうな接続詞になっているところは理由付け 省略した方が安心かもしれないということは結構ありますね。論理的ではない理由付けというものはね、ちょっと意識しといた方がいいです。結論を導くのに、えー、そのなんだか無理してね理由付けつけてるというねそういう予備校本たくさんありますんでね。えー、その結論を出すのに、えー、規範出すのにですね、判例の規範と一緒のね立場を立つんだったら理由付け省略でもいいぐらい。 ですね、理由付け省略しても結論規範の部分だけ書いてあと当てはめ勝負という、ね、そういう作戦だって十分あるわけですので理由付け絶対書かないといけないわけではないと特にあるのが、ね、刑法と民訴、刑訴かなこの辺りは、ね、よくあるんですけれどもあの理由付けいらない、ね、判例の立場立つならばもう、ね、判例の規範結論だけ書く、ね、これでもいいかなと思います、まあ、早すぎた構成要件の実現とか、ね、予備校的な論述だと理由付けがわけわからんのがいっぱい書いてあったりするんですが、えー、早すぎた構成要件であればクロロホームの判例の3要件です 何しかし4要件これをバシッと書いて当てはめするというふうな感じしていただければねもうそれで十分だろうというふうに思います。はい、あと発見した弱点ですけれども2番以下ですね、まあ、できたら暗記努力を複数回重ねてくださいこの辺は初めて入門の復習するときと近いような意識があった方がいいのかなというふうに思います短いスパンで繰り返せというね、えー、これが弱点克服のまあ基本的な アプローチになるだろうと思います。まあ、できたらですね、えー、1ヶ月ぐらいのスパンで何回かやるというね、えー、そういうふうにしておくと、まあ、弱点の克服もしやすくなるかなというふうに思います。まあ、弱点、克服できたという基準はどこに置くかというのはね人、えー、それぞれかと思うんですけれども弱点、克服できたかな、ね、3回連続とか2回連続ですね何回か連続で間違えずにいけたというね、えー、こうなったらもうこれは弱点から外しておくという風なね、えー、そういう、えー、基準にしておけばいいかと思います。はい そんなところで問題検討後のアフターフォローですねできなかった原因ですよね、そこをちょっとね、配慮していただければと思います。あと、ここにちょっと書き漏らしてしまいました、できなかった原因として、応用が効かなかった場合、はい、応用ができなかった場合、これは。 特にあるのは現場思考を求められる未知の解釈論であるとかあるいは 事実の評価当てはめそこに妥当する議論にはなってきますけれどもこの応用ができなかった場合応用の仕方ノウハウこれをマスターするとこの意識づけを持っといてください。 1一つ例を挙げるならば平成25年の民法の問題でですね、えー、保証契約の書面性の議論これがありました保証契約のの書面性議論ですねあれ、完全な未知の問題でして、えー、あの問題、ですね、えー、現場でなんかね446条の趣旨から考えてですね規範を立ててというねそれが求められたものになってきますけれどもあの解釈論の理由と結論を覚えてもしゃあないです。 大事なのはこういう現場思考的な未知の問題に対してはどうやったらその思考ができるか応用の仕方をマスターするというのが非常に大事でね、えー、ああいうふうな未知の問題未知の解釈論それが出てきたときには応用の仕方を盗んでください大体は趣旨を考えろで趣旨を考えるにはどうしたらいいか。 誰のどんな利益を守ろうとしているかというねその、えー、視点を持ってやっていくこういう形になってくるんですけども,、まあ、も応用の仕方ですよねこれをマスターするというふうに思ってください次出た時に生きるのはこっちの方ですね、えー、未知の解釈論は無限に作り出せますからね、えー、その未知の解釈論を、えー、一つ一つ,つ暗記しようとしないでください、ね、大事なのは応用の仕方これをマスターする 事実の評価当てはめでもそうですここの事実どう評価したか分からなかったという時にですね、えー、まあ私なんかが言うのがね、えー、比較しろとかですね、えー、当事者だったらどう受け取れるかとか見ろとかですね、えー、その辺の視点から考えてああなるほどというふうにね腑に落ちることがあるだ,あるだろうと思いますやっぱりここもですね応用が利かなかった時の一応復習の仕方ですね結果を暗記しようとはしないでくださいマスターするのは応用の仕方 とねえー、そういうふうに割り切って、ねえー、暗記中心にするようなことはしないでください思考力の部分ですねここは、ね、まさに思考力を鍛えるという、ねえー、こういう復習をしていただければと思っております。はい えー、第五のところは、まあいいかなとね、過去問分析とは別にやるべきことから、もう今までのところで重複しますけれども、ね、弱点の克服、発見、あと、できたら条文所得ね、えー、これはあのどの科目もしといたほうがいいかなというふうに思いますね、えー、条文所得、まあ、特にですが、会社法、ね、特にですが、会社法の条文所得ね、えー、おろそかにしてる人が結構いる、でね、えー、条文がただしにパンと出てこないとね、106条と聞いて何とかね、こうならないようにね、106条、共有株式とかね、えー、こういう話が、えー、大事な条文はパンと出てくるね、えー、利益相反取引35615とかですね。 えー、そういうのがポンと出てくるようにね、えー、皆さんは条文、素読ですねできたら会社法、特にねやっときたいなというところだと思ってください。はい、えー、それとアウトプットの積み重ねですね、えー、これもできたらね、えー、過去問分析とは別にできたらなと思いますけれども、ただ時間が限りがあると思います、えー、時間に限りのある方はアウトプットについてはもう過去問中心で結構ですね、えー、どうしても時間が作れないという方はね、えー、とにかくもう過去問だけでも平成1 八8年から考えてもですね、12年分ね、もう出来上がってますので、平成18年の問題も検討してもしゃうないかなと思いますが、19年以降は結構有意義な問題がたくさんね、現在の問題にね、通じるところっていうのはたくさんありますので、19年以降だけでももう11年分あるわけでね、その問題全科目、7科目、やずるだけでも77もあります、選択科目を得たらね、88もあるわけでね、これ検討するだけでも相当時間かかりますんで、できたらもうアウトプット、論文のアウトプットは基本、 過去問でいくというねこういうふに思ってくださいそれでもまだ足りないわという方は休止予備試験ここに広げていただいて結構です休止も平成15年以降に絞っておきますけども休止もね新象試験に近いね問題それをお勧めしたいと思いまして15年以降ですねそれがいいかなというふうに思いますはい 最後にね、えー、論文の過去問ゼミとはちょっとね直接の関係ありませんけれどもまあ、皆さんに最終的にね、えー、あと7ヶ月後ですね、えー、試験ね待ってるわけでして、えー、7ヶ月、えー、7ヶ月後のね、えー、試験に向けてまあ、学習計画等ですね、えー、その辺のサポートもねできたらなというふうに思ってますまあ、できたらね、えー、学習計画なんですがガチガチにしすぎないようにしといてくださいね、えー、ガチガチにするとその守れてないことがストレスになりますのでおおむねの 目安ですねこれを作っておくといいのかなと来年5月ですね、これをゴールに逆算して今月まではこれをする、この月まではどうするというね、大きく分けると年内と3月末、それと4月末、この3つの区切りがあるかなというふうに思われますね。で年内 弱点の洗い出し等というね。で、えー、そうなると、まあ7科目プラス選択科目ですね。もう一度インプットのし直し、その時間もいるでしょうし、問題検討についてはね、えー、そのインプットをした上でのアウトプットになりますので、ある程度ね、えー、時間、ね、使えなくても仕方ないかなでも、1月超えてからは、その時間にもう弱点の国風発見してるようでは、若干ちょっと、 手遅れ気味になりかねないので1月以降についてはこれはあの担当対策も入ってきます、ね、担当対策も入ってくるし論文の問題ですねこれをどんどん解いていくというねそういうい作業の最終まとめ時期に近い、ね、ところになってきます。であとは月、ね、月末ですね直前1ヶ月 これは何するべき時間かというと、直前ですね、試験の直前に見る資料ですね。これのま整理ということになってくると思いますけれども、試験本番のね10分前に見る資料の選別ですよね。その辺は最後の1ヶ月ねえここでま意識してやっていくという感じになるだろうと思います。はい、あとまあできてできたらねやっていただきたいなと思っているのは、主観的な出来と客観的の 際ですね。え、これをもう一度振り返っていただければなと。まあ、特に今年受けてダメだったという方はですね。え、再現答案作ってる方がいいんですけれども、作ってない方はですね。え、その再現答案今からでもまあ作ってみるというのはね、ありなのかなというふうに思います。で、それと、ま、出題趣旨と比較してみるというところですね。で、え、もしもう作ってるという方はですね、え、いろんな人に見てもらうというのもね、一つの方法だろうと思いますので、まあ、そこのね、不合格者、やっぱりね、え、原因分析するためにも、その再現答案ですよね。え、それをできたらね、えー、まあ、 作ってみるね早めにまだ作ってないという方は今からでもいいのでね、えー、作ってみるというのはありなのかなというふうに思いますその上でまあ、弱点とかがね、えー、見えてくるのかなというふうに思いますまあ一番いい、えー、素材になるだろうと思いますね、えー、そのまあ、弱点が何だったかというねそれを分析する一番いい特化か,かりですね、えー、これはこう今年のまあ、自分が書いてであろう 答案ですよねそこにたくさんヒントが現れてるはずですのでね、そこをまあ自分でね、どこがあかんかったのかなというのを振り返るねきっかけにしてもらえたらなというふうに思います。はい、あとはあの、過去問の中でもね特に重視していただきたいのは、19年から25年というふうにね、ばっさり書いてあります。えー、これ、過去問ゼミで扱わない年度になっちゃうんですけれども、この19年から25年ですね、なぜ問題解くべきなのかというと、これ、論文の出題がですね、大体7年に一度ぐらいでサイクルしているというね、7、8年に一度でサイクルしているということで、 でまあこの19年から25年あたりは来年のテーマになるかもしれないよというところでねちょっと過去問ミの中で扱うことできませんがあの添削クラスの方にはレジュメお渡ししますんでね私のねえ作ったレジュメですねえこれのまあ解説的なねレジュメがありますのでえこれを皆さんにお渡しするとこういう予定にはしておりますはいえできたらまあ19年から25年はねえ繰り返した方がいいでしょうねえ2回3回でえここから先本番までの間でもねできたら複数回問題検討するというぐらいにねえしていただけたらいいかな といいううふうに思いますそ、はいまあ、んな感じで、えー、過去問ゼミで、ねえー、やること、まあ、大体、ね、なんとなく、えー、今回の解説聞いて、ね、見えてきたかなという、ねえー、人もいるかもしれませんけどもい、まあ、大体私の、ね、基本姿勢としては自分が本番だったらどういう頭の使い方をするか、ね、これを皆さんにお,しめお示しします。できる限り、ね、この思考方法というのを、ね、マスターしていただければなと、まあ、その個々の知識についてはです、ね、もうテキストと見たら、ね、正確なもの書いてありますのでそこを、ね、あれこれ抗議するというつもりはあんまりありません。どちらかとというと思考方法で初めて 問題を見たたににでですすねねねここに着目したらい、ね、いいんじゃないか私だったらこう着目してこうやるよというね、これを見せ,見せていきたいなというふうに思っております。まあ、皆さんね、受けていただいて、1人でも合格していただけることをね、心から願っております。はいそういうことで、私からのガイダンスですね、これで終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした